11月20日、南西小学校体育館で南伊勢町笠間浦出身であり、柔道の先生として名高い三浦忠之さんを講師として講演会が行われました。演題は私の履歴書で、三浦さんのさまざまな体験談をお話しいただきました。この講演会は公益社団法人伊勢法人会南伊勢支部が主催するものです。三浦さんは南伊勢町笠間浦で生まれ、中学卒業まで町内で暮らした後、伊勢高校へ進学し柔道と出会いました。その後日本体育大学へ進学し、柔道の選手として東京オリンピック出場を夢見ますが、怪我により断念し、柔道を教える側へ転向することになった挫折の経験のエピソードが語られていました。その他、立教学院では柔道を通じて生徒にさまざまなことを教えた経験談、野球選手として有名な長嶋茂雄さんの息子長嶋一茂さんを担任した話などが聴衆の興味を引いている様子でした。そうしたら2年かかったんです。2年かかって神戸港からリスボンに着いた。2年かかって行ったのを今14時間で行けるんです。500年と。はい、こういうことで私は遠い、全然考えて遠いと思いませんという今生活をしてます。これも慣れちゃったからでしょうね。それぐらい、なぜそういうことができるようになったのか、この南伊勢町笠間、南海村笠間、ね、ここで生まれた私が振り返りますと、これはやはり私は柔道を伊勢で学び、そして柔道をずっと長く今も柔道ができる、こういう健康を与えていただいた私の母や父、笠間で育って魚を食べて、ね、鍛えた山野を駆け巡って鍛えたこの体、こういうやはりふるさとに感謝しなきゃいけないような状況を私が持っているから、世界へ動き回っても何にも時差考え私は意識しないです。三浦さんは自らの経験談を交えながら故郷の人々と語り合う場を喜んでいる様子でした。会場には三浦さんの講演を聞きに100名以上が集まり、面白い経験談に耳を傾け楽しんでいました。もう幼馴染ですよ。